えー、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、岸和田、えー、高松宮記念杯、2日目の予想をしたいと思います。はい、まずは、あのえー、概要からです。えー、10レースは、えー、吉田敏弘が深谷の番手から抜け出す、えー、競争という、抜け出す目を予想しました。 11レースはですね、えー、若手新山が積極策で、えー、この、この清流賞は、えー、に、ニッタを驚かすんじゃないかなという目を、あの、決め打ちで、決め打ちで、えー、そして番手の姿を本命にしました。最終12レース、ビアコ賞。 あの近畿が多く乗ってきましたが、えー、ここはですね、えー、地元古将が、えー京都、京都や、まあ、三谷、隆起に花を持たせてくれるっていう感じで、えー、前を回る脇本とワンツーだと思っています。はい、えー、それではもう少し詳しく見ていきましょう。えー、まず、十レース二次予選、えー、西日本、 深谷の最後のレースです。はい、このレースご覧の9人。えっ、ー、と、深谷が SQS 班ですね。はい、バック回数は吉田が一番6回持ってます。もっとも深谷は競技に行ってますんで、えっ、ー、と、あんまり、あの、吉田の方が多,多いですが、まあ、深谷が前を回るということで、 えー、深谷のこの2回というのはあまり、あの、参考にならないとは思います。でも他を見てみると、山田、秀明、山田久のの両山田も、あの、前を回るんですが、1回ずつ。短期の池田亮も1回と、まあに、両方とも逃げたくないっていうんですよね。 一方、前を取る率は、あの、一番者油圧が4番で4回でトップということで、や九州勢、九州といいますか、西日本勢ですね、山田、香川、油圧の3人のラインが一番前を回るんじゃないかなと考えます。まあ、もちろん、あの、中部が前を回る可能性もありますが、まあ、えー と、岩津が四回でかつ一番者なので、えー、この九州。えー、香川、岡山、この三人が、あの、前を回ると私は見ております。えー、最初ですね、ここ、あの。山田久典あたり、お、あの。意外と大盤クラスしてくれるんじゃないかなとか、面白い考え方をしてたんですが。 ま、ここ、あの、二次予選はみんな三着権利です。なので、まあ、山、両山田が行きたくない。となると、やはりもう、行かなきゃ知らないのは深谷なんじゃないかなと。で、えー、深谷もそんなに早く行かなくても、あの、いいと思いますから、 結構あの楽に運べるんじゃないかなと思います。なので、えー、っと、その番手の吉田敏弘の抜け出しを本命にしたいと思います。吉田は、まあ、昔はですね、結構荒っぽいレースで、自分のあの利点である縦のスピードというのを、まあ生かしきれないまま、まあ制御できない状態で、あのー、 不発に終わってしまったということが多いんですが、まあ、ようやくこの年になって、あの、自分の足の使い方っていうのが分かってきてるなぁと私は感じます。なので、え番手を回っても、あのあ、前が行ってくれれば安定しますし、番手まくりもできるし、不発に終わっても、あの、コースを縫ってついてくる。その縦の、 最後の切れというのが、本当いい形で活かせるようになったな、ということを思っております。えー、っと、一応ですね、目はこの通り。まあ、湿地、深谷の残り目、あと、まあ、山田のまくり、まくり込み。 この辺りですね。で、下が三連単になります。2二着に上げた三人の他に、えー、香川、池田涼、亮、えー。この辺りを上げてみたいなと思います。ちょっと近畿勢、最初は面白いなと思ったんですが、意外と、あの、まあ、力、 的には、ま、あ6番車っていうことが山田わかる通り、ま、サー田もそうなんですがん、ちょっと足りないのかなと思って外しました。次が、えー、っと、残り2レースがですね、えー、東西の優秀戦になります。まずは11レース、東の優秀戦である清流賞です。なんとですね、ここは北日本が六人戻ってきました。 そのうち、えー、福島の3人が結束をして、で、えー、福島以外の北日本の3人がまた結束をするという流れになって、えー、武田、神山の関東が並んで、えー、ああいった難関の値段は短期となります。さてですね、まあ、初日、非常に強いレースを、 あの、見せてくれました。スピード抜群で、まあ、ダービーはどうも結構疲れがいつもの4倍ぐらい溜まってたらしいんですよね。聞いた話によると。でもその疲れも抜けて、というふうに、あの、えー、中野光一さんだったかなご、五感さんだったかながおっしゃってたんですが、 ニッタはもう、あの、全日本選抜の時のような、え、快速スピードをまた見せれるようになりました。で、押し、に、あの仕掛けだったらニッタ押し切れるかなと思ったら、渡辺和成が最後刺しちゃいましたよね。渡辺和成を相当の出来。なんかニッタを刺せるのは渡辺和成だけっていうのも、なんか今なら頷ける話だなとは思います。 一方、あの、もうえ、福島以外の3人は、えー、っと、107期の新山強平がですね、えー、前を回ります。新山最近はすごくもう、切れ身のない先行作で、えー、っと、どんどん調子を取り戻してきてますよね。初の記念を取った時の出来、勢い、 それ近づいてきている感じで、経験も積んでいるので、より上手い競争ができてくるんじゃないかなと思います。え、番手の姿はですね、函館記念本命に挙げたんですが、あえなく離れてしまいまして、結局自力で行く形になって、えー、乗った和田屋突っ込んできた、えー、っと、誰だったっけ、熊本の えす,すみません、名前が出てこなかったんですが、に、えーえー、あの刺されて3着でした。まあ、ここはですね、しっかり審弾についていって、函館記念決勝戦のリベンジを果たしたいとこですね。えー、っと、新田もやっぱりすごいと思うんですが、えー、っと、まあ、 私、新田が、もし、あの、失態を犯すと言いますか、飛ぶようなシーンがあるとすれば、本日、この、あの、優秀清流賞か、準決勝のどちらかだと思ってます。両方のレースで飛ぶことはないと思ってます。 そういうことからあると、まあ、新山の懸れ味のないレースが、あの、結果を呼び込んでくるんじゃないかなということで、ここは、あの、姿、番手のまう姿を本命にしました。で、えこういうときの新田はもうあっさり飛びます。2着にまくり込んでくるということはないと思ってます。 むしろやっぱり武田陶器ですね、あの、初日はあの、日田原が、まあパッとしなかったというのもあるんですが、まあ最後突っ込んで、清流賞に駒を進めてきました。神山ともに悪くないんじゃないかなと思ってます。また値段の縦の足も気になるは気になりますよね。ただ、 まあ、審査の前で、短期でもちろん先行っていうわけにはいかないんで、審査に疲れてしまうケースもありますからね。まあ、やっぱり一発を、一発にかける競争なんじゃないかなと思います。ちょっと、二代とっては、あの、援護が、後ろに誰かいてほしいとこだったんですが、そういう意味では、あんまり、ここは、まあ、 自分の足を試して、自分の中で試して終わりなのかなという気がします。なので、えー、姿を本命にして、えー、追走する菊池。まあ、新山もやっぱり新田を意識すると相当足使うと思うんで、えー、2着としては外したいと思います。で、新田も、まあ、飛ぶときはあっさり飛びますし、もしですね、 えー、姿の横に来てしまった場合はもうスピード差がニッタ絶対ありますので、結局ニッタ、渡辺の両者で、あの、決まってしまうと思います。そこまで行かないときにこの姿の目が出てくるということで、えー、ニッタは、ニッタを外して、えー、っと、姿から後ろを回る菊池、 それから関東両者、武田、神山。一応、あの、ニ田の後ろも、渡辺、佐藤あたりも、そ応、ニ田のスピードが、に乗れれば、まあ、うまくコースをつければ、突っ込んでこれるかなと思います。多少薄めになりますが、こちらの2着も。で、三着は、 ちょっと絞りきれないので、そう流しにいたしました。まあ、基本は二車単ですね。最終 12S は、西の優秀戦、白虎賞です。はい、こちらもですね、近畿が、5人乗ってきました。 で、まあ、本来ならば、脇本、三谷で並んで、まあ、五人で結束するという策もあったんですが、結果的に、えー、の、別姓になりました。それがですね、まあ、脇本の主張に、京都両者かな、村上兄弟かな、と思ったら、そうではなく、あ、 まあ、脇本の後ろに見たにかなと思ったら、そう、そうでもなく。まあ、故障を短期にさせるわけにはいかないっていうのは働いたんでしょうね。まあ、あの、村上兄弟も考えたと思います。近畿をなるべくあの、決勝に乗せたい。というわけで、近畿全体のことを考えて、 古障地元ですからね。まあ、ここで結果を出してみろっていうことで、古、えー、障が番手を回りました。えー、まあ、古生にとっては、あの、一,一時予選だったかな一時予選でいいのかは、あのー、 石塚蓮太郎に乗る競争だったんですが、冷静に周りを見極めて抜け出してこれたと思います。その辺が奈良の S 級の決勝、前場所とは違うところで、地元であっても気負いをせずにリラックスして走れるという、走れてるということで、すごく高評価で、と私の中では思っております。 なので、まあ、最終的には優勝を狙ってるんでしょうけど、そこまで、まあ、共いをせずに、あの、走れるんじゃないかなと思います。で、脇本もすごかったですよね。まあ、あのー、シャ特性はまくりになりましたが、三谷に刺させずに押し切っちゃいました。まあ、三谷の調子はちょっとわからないんですが、 脇元の充実性、まあ、あの今回、ダービーと違って、新田も,も深谷も含めて、競技勢の,あの調子の良さっていうのが、目立ってるように私は感じます。なので、 その中でも脇本が相当いいですよね。と、北鶴も、あの、まあ、競技をやってたっていう選手で、かなり、あの、自力が快速の超絶調子、調子にあるんじゃないかなと思っています。 えっと、私はですね、えー、その、えー、まあ、その中でも、近畿5人の層の厚み、かつ、その中でも懲罰の出来ということで、脇本と、その後ろを回る、まあ、地元古書、とで、もう、いいんじゃないかなと。え、三谷と村上兄弟は、あの、ここは、ちょっと我慢もする、レースなんじゃないかなと思います。 盛り立てていくってことですね、脇本と故障はまだあのグランプリ、優勝しないとあの取れない、特に脇本は競技ありますから、優勝は絶対欲しいというわけで、まあ、地元の故障とともに、モチベーションはすごく高いと思います。まあ、それをあの感じ取って、やっぱり三谷も村上兄弟も、こういう形で並ばせたと思います。 それは、あの、そうだと思って、えー、信じたいと思います。はい。えー、この両者の折り返しですね。えっ、ー、と、脇元古書の二社単は、えっ、ー、と、さっき見たら、すごくついてました。えっ、ー、と、に、すごく安かったです。2.7倍あたり。ちょっと二社単よりは、でも三連単は意外とまだついてるんですよね。 そう流しでも、あの、元取り返す、余裕で取り返せます。なので、えー、っと、その中から、まあ、小倉とか、あの、村上博之弟は、まあ、ここはですね、優秀戦ということもあって、そうそう無理な突っ込みはしないんじゃないかなと見て、まあ、村上博之に関しては、あ兄が前にいますからね。 ということで、えっ、ー、と、追い込み両者は、あの、外しまして、それ以外、自力を持った選手の5人を、あの、3着に挙げてみました。はい、以上、えー、岸和田、高松宮記念杯、2日目の予想をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうではですね、 えっと、チャンネル登録者数増やし、えー、1000人を目指しております。チャンネル登録、えー、タイトルの右側にチャンネル登録ボタンあります。えー、まだされてらっしゃらない方、ご協力いただければ嬉し、嬉しく思います。また、あの、高評価、えー、コメント、えー、この動画の SNS などを共,共有も歓迎しております。よろしくお願いします。 ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この画面、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間がありましたら、そちらを見ていただきまして、プレイリストについては、ブックマークなどしていただければ嬉しく思います。 はい、えー、こちら。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。